構作る楽し布の楽しさで布合わせだなって自分は思っていて、その隣に来る布が違うだけでパンとこう変わるし、だからなんか絵を描いてる感覚にもちょっと近い。だからあの本当に作りながらこう変えてもいけるし、あの組み合わせではこういう風に見えるっていうか、なんか毎回違うし、こうしようと思ってても違う合わせが来るから、まあ、新鮮やきし、うん、面白いよね。だからその続けられる理由はそこなんですよね。あのもうだいたい他のカバンとかだったらもう最初からこうこれができるのが分かっていて、まあその通りに作っていくからもう分かってるのよね、何が出てくるか。でもうなんかそれにもちょっとやっぱり疲れているというか、なんかつまらないなっていうのがあって、的を英語に直すと、まあ、ウェアになっちゃう。でウェアって着るですね、着用する。でも着ると的ってやっぱり違うなと思って、それがまあ日本語の面白さ で的ってやっぱりこうなんだろう、まあ目には見えないけどそういうこう空気感とか質感とか、あともっと言えば多分祈りなんですよね。なんか何かをこうで、それそういう、まあそういうものを含んだ言葉だなと思って、三角またぐ。あの2019年の夏前ぐらいだったかな、三角まとうっていう言葉が、まあ、突然、まあ、自分の中に入ってきて、それからなんかふと、あ、三角まとうを形にしてみようと思って、それからずっとなんか作り続けてるんですけど、それがこう加速したのがコロナで休んでいる時に、本当にその勢いが加速していったんだけど、ずっと何も作りたくないなって、何も作りたくないなと思ってたんだけど、なぜかその三角まとうだけは作ることができたのね。で、なんでだろうって自分でも思っていて、で、現実的ななんか理由はいくつかあるんだけど、そういうことではなくて、なんかもっと本当の意味っていうか、本当の意図はどこから来てるんだろうっていうふうに、ずっと考えてたんだけど、まあ謎だったんですよね、それが。だけどなんかある夜、まあ夢なのかな、夢と現実の間にいる、ちょっとこうぼんやりした時してる時に、なんか夢でこうその答えを教えてもらったっていうか、そういうこうことがあって、この私のこう右手の手相、数年前、5年ぐらい前からかな、なんか三角形が出てるんよね。これ運命線なんだけど、運命線と交流するようにこう三角形がこう出てるんよね。で
この三角形とこの三角形がなんかそういえば似てると思って、で、そうそう、その夢の中でそのある、まあ、誰かがこう手のひらをこうさっとこうなぞった感覚があって、それではっと気づいたんだけど、ああそうだ、三角形がそういえば出てたなと思って、でこう作った三角まとうをこう壁に吊り下げてぼーっと見てると、こう二等辺三角形が見えて、その三角形とその同じ形なのね。 それで、ああこういうことかって、ちょっと謎が解けたっていうか、でなんか多分その夢で教えてくれた誰かっていうのは、まあ、多分もう一人の自分っていうか、なんかいつもそうやって自分のことをこう見ている自分の存在があって、なんかそれが今回はすごくはっきり現れたなっていうふうになんか思って、何て言うのかな、なんでこれを作るんだろうと思ってたんだけど、まあ、なんかお印っていうかサイン、ずっと前からなんかそういう手のひらにサインは来ていて、なんか兆しっていうのかな。で、それを実際始める時が来るまで忘れないように、多分こう手にサインを出してくれてたんだなと思うと、あ、なんか本当に、なんだろう、不思議だし、で、こう作った三角まと作品をこう眺めてると、今自分で間違いなくこう作ったものに間違いないんだけど、自分で生み出したものなんだけど、まるで最初からそこにあるような気がしてくるよね。最初からそこに存在しているというか、あるというか、だから自分で作ってるんだけど自分でないような、そういう感覚にすごくなって、不思議なんだけど。 三角まとね、だからすごく作ってて楽しいし、この三角まとうとともにこれからどこに自分が向かうのだろうとか想像したり、なんかそういうことを、そういう想像がすごくこう自然に動いていくっていうのかな。